おはようございます。ティラと申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていこうと思います。イエーイ！新シーズン開幕！ということでですね、撮るのがまず1ヶ月ぶりなんだけど、皆さんは鬼コンボ最強伝説というのを覚えてらっしゃいましたでしょうか？そう、あの企画です。はい。もうね、皆さんに聞くまでもなく、始めたあの企画です。鬼コンボ、または鬼コンボの合体素材にまつわる素材のみで、大会モードをクリアするというね、ちょっぴり頭のおかしいね、縛りをやってきたんですけど、このシーズン2が、やってまいりました。そのシーズン2のターゲットが、僕が筐体時代に好きで使っていた合体モンスターがいいなと。鬼コンボなんで出てきたんだって本当に思うんですけど、筐体時代に使っていた愛のある合体モンスターがいるんですよ。紹介します。グレートドラッグです。思うのよ。なんで筐体時代俺さ、そんな合体モンスターしか使ってなかったんかなって。あごめんなんとですね、もうこのように鬼コンボ最強伝説で縛ったためのセーブデータに、生放送で使ったセーブデータ、セーブデータ埋まってんじゃねえかごめんセーブデータ埋まってるおう BU 変えるかちょっとどうしよっかな。まあ、これかな。俺105時間、俺の105時間消えんのか。ということでですね、通過儀礼としまして、僕の思い出が詰まった冒険の書を、一つ、消します !105 時間さようなら人生の105時間さようならさあ、始まりましたね。杉やんかどうしたちょっとレジェンドさんの名前を使って申し訳ないなっていう気持ちの反面、ドラキーって、杉やん先生、杉山先生ですよね、のお気に入りのモンスターだったんですよね。なんで今回はグレートドラキー、もうドラキー種しか出てこないんですよ。今回僕が使うチームには。それをリスペクトして今回は杉やんになりました。レジェンドね、レジェンドの名前をちょっと使ってね、これ伝説作ろうと思います。失踪したら多分めっちゃ怒られます。よろしくお願いします。はい。杉山先生、バトルロードの大会に出たいんです。偉いぞ、杉山。ついにその気になってくれたのだな。お前のライバルの龍太君は公式大会ですでにチャンピオン。その話聞くの何度目だよ。もう6度目とか7度目だよやってんぞ、こっちは。その話を聞くたび父さんはどんなに苦しい思いをしてきたか。そうか、悔しいんか。俺6度ぐらい優勝してるからな。悔しい思いも減ったくれもないわ。ちょっとお父さん何を言ってんの？杉谷には学校も塾も歌の制作もあるのよ。バトルードがどんなものか知らないけど、そんなもの始めたらお勉強が遅くなって作曲も進まないわ。ほんとだよ。おっと龍太君、お前のところの批判もそこまでだ。杉谷に限って言えばそういうことにならないはずだよ。レジェンドの名前ポンポン出していいのか。いや、いいって。公式でも杉谷の闇のコンダクター出てきてるから、俺お気に入りだから。杉谷のためにカードを手に入れて、ここでですね、なんと、使うカードが存在します。この、父さんからもらうカード、初見実況者には弱いな、もっといいのくれよって言われるカードの中に、今回の縛りで使うカードがね、1枚もらえます。はい。そうです。ドラキーです。なんとですね、グレートドラキー最強伝説のね、ための一角が、なんとここでもらえることになります。ドラキーがもらえました。これは大きな一歩と言っても過言ではない。もう持ってるけど。さあ、リュータ、俺と勝負だ。グレートドラキー最強伝説。ね、チャンピオン、リュータ、ここで倒してしまえば、もう最強みたいなもんですよ。さあ、勝負だ。勝負！さあ、多くの初見実況者を泣かせてきた、リュータとのバトルです。ここで勝ってしまえばもう実質エンディングみたいなもんでしょう。そうはさせんが潮流軍団の登場です。やだ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 、もう、ぶっちゃけ歴戦の勘が言ってる。勝てる気がせん。それでは、この縛りの主人公の登場です。そう。ドラキー3体が集まり合体する、魔力を秘めた、偉大なるドラキー。なんと、ドラキーたちが、3体合体レッツゴー。さあ、行こうや。グレートドラキーの登場です。氷の魔力、イオナズン、メラゾーマなどの巧みに操る魔力を秘めたドラキーの登場です。さあ、始まりましたね。ああ、グレートドラキーいいね。なんか、背中からいい圧を感じるわ。うん。背中から俺に任せろっていう感じのね。うん。闘志を感じますね。はい。オーラがありました、今。僕見てます。ほら、オーラがありますよ。技選択の技に。オーラが出てるもん。オーラで敵をまず圧倒します。はい。ああ、まず先手を取れるんですね。まあまあ。ちょっと待って。ダメ。ちょっと待って、こんな食らうの。さあ、行きましょう。天空から。星が降り注ぐ、シューティングスター、行くぜ。もういや、もう、なんかの間違い。なんかの間違い。400ぐらい出て、いけ、シューティングスター、オラーって言って。なるほどね。デイはね、賢さが高いんで大丈夫ですよ。皆さんに、このね、グレートドラキーの概要をちょっと紐解いていこうと思うんですけど、グレートドラキーって言いますのは、HP が2200と合体モンスター中かなり低い部類に入ります。はい。だから、氷とか暗黒とかを連想させる攻撃には比較的強いです。だから大魔王戦ではかなり優位に立てるんじゃないかって考えてますね。弱点はですね、火を連想させる攻撃ですね。でもこれはね、このように 25% というトップタイの回避率で避けます。はい。なので、もう議論の余地はないんですよ。確かに弱点は多いです。打撃も弱点だし、火を連想させる攻撃も弱点だし、まあ、若干ね、鬼コンボよりはマシなんですけど、マシ程度の耐性なんですけど、そんなものは全てこうやって避けてしまうんで、議論の余地はありません。はい。だから避けてね、相手をイライラさせるモンスターとなっております。はい。いけシューティングスターイエーハーイもう一回天空から星が降り注ぐシューティングスターイエーハー嘘でしょこのようにね、回避して相手をイライラさせることには長けてるんですけど、あ、しまった、やったちなみに私今ね、ポカをやらかしまして、グレートフルブリザードをしないといけないんですよ。ほら、ライアンです。歴戦の戦士、ライアンが出てきてしまいました。これどういうことかっていうと、シューティングスターが無効化されます。グレートフルブリザードを打てばいいものをね、シューティングスターにしまったせいでね。その前にもうなんかこのマジローだけで止まってくれそうなんだよな、こいつの場合。なんか止まりそうな気がするもん。体がしびれてしまった。言霊って恐ろしいな何こいつねもう見た。どっかで見たよ、この光景なんか。なんかどっかで見たな合体モンスターって言いますのは、その性質上、まあ、状態性は比較的強い部類に入るんですよ。今回はですね、なんか、鬼コンボよりひどいものを見てるというか、これは一体何ですかね。確かにひらりひらりと身をかわして、HP の2200以上の耐久を見せてるのはすごく褒めれる点だと思うんですよ。ただし、合体モンスターの欠点として、止まったりね、避けられたりね、火力が足んなかったりすると、どうなるかっていうと、もう左上のご存知の通り、とどめが降ってきます。火力足んねえし、止まるし、お前何なのほろ苦いデビュー。ほろ苦いデビューやなー苦いわー、ビター味。リュウタとのバトルはどうだったのかな。その顔だとなんとなく想像はつくけどね。そうだね。3ターン目に止まって、4ターン目に止まって、5ターン目にとどめ打たれたよ。なんか流れるより負けたよ。多分ね、モンバト初心者がこれ見たらね、このゲームやめるんじゃねえかなって思うわ。さあ、問題はヒナですよ。まあ、ヒナにが勝つね、初見実況者はまあそこそこいます。ヒナに負けて、リュウタに負けるね、初見実況者もいるんですけど、大体そういう人は失踪してしまいます。なんで、ここでね、負けるわけにはいかない。で、この縛りの概要を軽くちょっと説明しますと、その1、グレートドラキーを使うと、SP は自由です。なんで、ヒナとの対戦今からするじゃないですか。2つ手段があるんですよ。その1は、グレートドラキーを使う。この場合、SP とかは自由です。すべての SP が使えます。たとえ無心攻撃やっても、フォースであっても使うことが可能です。はい。その2、主人公かつ、グレートドラキーの合体素材でチームを組む。ドラキー、タホドラキー、ドラキーマの3体のうちから2匹を選んで、残り主人公で挑む。その場合、ただ、強すぎるんですよ。主人公ってやっぱりこのゲームめちゃくちゃ強いんですよね。なので、SP を合体召喚攻撃のみに制限します。はい。そして、今回なんですけど、前回、鬼コンボを最強伝説ってやってて思ったのが、まあ、ハヤブサの爪とはいえ2回攻撃武器だったじゃないですか。バトルマスターって強いんですよ。勇者だって強いんですよ。今回ちょっとさらに、2回攻撃武器禁止と、融合武器禁止？主人公の装備は自由なので、今回は理力の杖を使います。ただ、理力の杖っていうのは魔法使いが99じゃないとあまり意味がない装備なんですけど、まあ今回はね、もう一つのさ、突風で攻撃します。それしか手段がないんですよ。さあ、かわいいね、君たち。竜巻、バギー、メラミ。タホドラキーがね、かなり優秀な戦力になってくれると思うよ。さあ、ここのヒナに負けるわけにはいかないね。まあ、2058か。2058っていう HP はそこそこあるから、序盤にしては。で、あとはこのチームって地味にあれができるタイプかい？まあね、一匹一匹解説していきましょうや。まあ、タホドラキーはね、魔法使いと組むことでメラミが打てんのが結構強い。素直に強いんじゃないかな、メラミは。まあね、避けていきましょうか。まあ、ドラキー族はね、もちろん回避率もね、そこそこ良好なので、避けつつね、まあ、確定命中の、おー、いいね、タホラン！さあ、タホラン！森のドラキーが炎の呪文を使うとは何事か。行くぜ、メラミー！はい！よいしょ！オッケー！強い強い強い！タホドラキーがまともに見える。さあ、子守歌を歌ったー。はいー、一体。一体か。子守歌はね、結構強い技なんだけどね。結構強モンスターには、子守歌が結構刺さるんだけど、まあ、今回はね、ちょっと今、お遊びが過ぎるかもしれん。トップスタイムネット以外ね。オッケー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 。トップじゃおらあー、いい打点。で、竜巻しようか。こんなスライムナイト動けないのでかいよ。スライムナイト不確定要素の塊みたいなやつだから。さあ、メラミ打つぞ。メラミがね、素直に強いんだ。強い。タホランが一番打点出してんだもんな。300超えの打点はね、お前頑張ってるわ。まあ、バギーはね、正直ね、使える呪文じゃないんで、あんまり強くない。もう、さあ、第3のさ、竜巻行くぜー、竜巻行くぜー大して強くない。これも大して強くないな。突風いきますいくぜうわーまあ、いいでしょう。よろしいです。この場合、先ほど言いました、合体モンスター召喚攻撃でリーサのを狙うことができます。おー、いいね、いいよ、OK。さあ、とどめといきましょうや。眠る準備はいいか。さあ、合体モンスター召喚でリーサルと行きましょう。ドラキー合体、サンガイ合体、グレートフルブリザート行くぜすべてを凍らせるつもりだ魔力の氷塊、グレートフルブリザードとどめだうわ、強い !400 出てるあ、意外と出るんだね。お帰りなさい、スギヤン。日が暮れるまで遊んでるんで、やっぱりゲームに夢中じゃないねえ、この時間軸おかしいって、2000本パッとしただけなのにさ、8時間経ってる、10時間経ってる世界線ってすごいな。勉強もそれぐらい熱心だったら言うことなしなんだけどな。いいじゃん、杉谷先生はもう音楽でもうね、熱心だから。すごく熱心な方だったんだよ。帰ってきたな。バトルはどうだった？バトルには勝てたのか？あのね、グレートラキーがね、ひどい目にあったよ。もう。そうか、みんな強いんだな。しかも公式制限が始まって、そりゃお前も郵送するしかないなと。どの口が言ってるんですかね。これ初見プレイヤーが言うんだったらさ、ドラキーたちってさ、序盤中の序盤よ。その鳥3体たちでさ、世界のチャンピオンを目指すってさ、とんでもねえ話だな。前回は鬼コンボ最強伝説ってさ、アークデーモンとかいたじゃん。まだなんか終盤っぽいじゃん。今回ドラキーだからね。